さて、それでは今回は、もう単なる雑談会です。ここ最近いろんなことを試してきてですね、YouTube でどうやったら見てもらえるのかって、もう5年もやってきたの、今更ね、っていうところではあるんですけども、このアナリティクス画面を見ながら喋っていこうかなと思います。かなり、オカルト的な話になるんじゃないかなと。いろんなことを試してみたんですけども、それぞれ可能性があったというところで、まあ予想を立てて、これを物理学と言ったらダメなんでしょうね。なんていうのかな。まあ、オカルト的なことなんですけども、どういう動画が見てもらえるかっていうのをいろいろ考えました。で、まず結論としては、よくね、昔から面白い動画が回るとか、っていうふうに YouTube をやったことない人はよく言わはるんですけど、例えばとんでもなく世界一面白い動画が今 YouTube 上に上がってたとしても、視聴数がゼロであれば、それが面白いということが誰かに伝わることがないんですね。誰か一人でも見てくれたら、その人がこれ面白いでって言って、どんどん友達に広がっていくっていうことは可能なんですけど、何が恐ろしいって、今の YouTube はゼロがあり得るんですよ。それも何年おいてもゼロ、視聴数っていうことが十分にあり得ます。だから、面白い動画が回るというのは、これはもう、絶対的に違うと思います。で、それはチャンネル登録者がゼロの場合ね。で、じゃあ一体何が回ってんねんっていうと、やっぱりおすすめに上がってるっていうところだと思います。検索にヒットするとか。で、YouTube ショートであれば、まあ、自動的にそこにこうピックアップされて、見る側が選択できないですよね、YouTube ショートって。勝手にまあ、その選ばれてそこに映ってるっていうのでいいのかなと今現在は思うんですけども、じゃあそこにどうやって選んでもらえるのかなっていうのを、もうずっと模索し続けました。記録的な数投稿しまして、まあこれメインチャンネルですけど、僕ちょっと別でフリーのチャンネルを作って、仮に投稿を400本ぐらいしました。で、1日でね。で、YouTube 側からストップをかけられまして、200か300ぐらいで多分ストップがかかったんですけども、それでもなお、1日空けてまた投稿してというようなことで、400どころではないですね。いろんなことを試してみた研究結果の方を発表していきたいなと思います。一応まあ、現状ちょっとこの画面どうですかね。僕としてはもう過去最高の状態に、これがもう乗っててこれですよ。10万再生ですか、1ヶ月で。もう、満足なぐらいなんですけど、問題はチャンネル登録者数ですね。1ヶ月で75人もの人が登録してくださったんですが、多分おそらく同じぐらいの数の方がチャンネル登録解除ということで、愛されてないですね。本当に どうしたらええんかなと思います。これがね、1分間ごと、右側が1分間ごとですね。このバー1本、グラフ1本が、16時51分から16時52分の間に何人の方が見に来るくださったかということで、これが今5人、1分間に5人ですね。左側が1時間の枠になります。4時から5時に126人の人が見に来てくれたよということで、ただまあこれ見に来たというよりは、YouTube ショートで勝手に映されたっていう感じですね。見てる側からしたら、いや、これ興味ないのに映しやがってっていう感じだと思うんですけど、なんかこの間もそんなをそのテスト用のアカウントでね、書かれてたんですけど、何やったかな。紙工作載せてんの肝って書いてあって まあそうだねと思いましたけど、分かってるけどおじさんは紙工作で頑張っているんですよ。で、そんな話じゃなかったな。まあこういうふうに出てるんですけど、横のグラフがね、ちょっと今切れてしまってるんですが、上限今6になってます。6人が一番上になってるんですが、これ時間帯によってはこれが50とかになってます。一番上が50人とかになってて、で、それがわからないんですよね。そんな話をするだけの回なんですけど、要は1分間に50人に表示されてるんですね。検索されてるとは絶対にありえないので、1分間に50人にと表示してくれてる YouTube が時と、こう1分間に6人に表示してくれてる時とっていう差があるんです。これはあくまでも映った回数ですね。もう検索回数ではないので、ここがわからないんですよね。で、まあ、いろんなことをちょっと試してみた結果なんですけど、まあ、今現在上にスニーカー、スニーカー、スニーカーって3つこう、この48時間、2日間で1800回回りましたよ、1600回回りましたよ、499回回りましたよっていうことなんですけど、これまあ、回ったというより、これだけ表示されたと。おすすめになぜか
全部で11回ぐらいかけて作ったスニーカーが、その中の5だけがめちゃくちゃおすすめに載ったということなんですけど、これも不思議なもんで、まあ、約1500前後ですよね。1500前後の動画が2本あります。まだまあこの上はもう少し伸びるかもしれないんですけど、この単位とこの下ですね、500前後ぐらいとでもうぴったり止まります。これ500回表示されたこの、スニーカー7かなはもうこれ視聴数1になってますよね。この下なんかも0になってますよね。でこれはもう今後もずっと0です。つまり二度と YouTube 上でおすすめに上がることがありません。もう死んだと思ってください。チャンネル登録してくださってる方が見に来てくれる可能性、それから検索した人が見に来てくれる可能性はあるんですが、 YouTube 上で、YouTube ショートとして僕の動画が上がることはおそらくないと思います。でこれが何なんだということで、規則性があるのかっていうのが、まあ、前回ちょっと話したんですけど、まずないというのが僕の結論でした。例えばこの中で一番トップに上がってるスニーカー、スニーカー的な何かを作ろう5っていうのが一番面白い動画であるとか、閲覧数に何かこう引く目を引くものがあった、サムネが何か特殊だったとかっていうことはないですよ。全部同じようなもんが映ってるので、これなんて特に最初の年度の状態でなぜか1600回も回ってるんですよね。で逆にこの完成形に近づいてるものが、こっちの方が多分見た目としては、あ、なんかミニチュアのスニーカーかなってわかると思うんですよ。これで280回に対して、このなんかわからんもん持ってるのが1600回、この辺やはり動画自体の差はないと思います。視聴数がに差が出てることはないと。で YouTube 内で何かしらの、もうこれなんかオカルト的な話です、何かしらの評価は下されてます、各動画に対して。なぜならばこの動画は全て同じタグをつけているので、タグによってこれがドンとおすすめに上がったということはないんです。で映像的にもこまめに撮影しているので大きな差はないんですよね。じゃあなんでこれこんなに回ったんやっていうと、あくまでこれがおすすめに上がっただけと。じゃあなぜこれがおすすめに上がったのかっていうところが見えないんですよ。ただ、他のチャンネルで僕が試したのは何かっていうと、この上から3つを連続してずっと繰り返し投稿し続けます。スニーカー的な何かを作ろう5、6、7ですね。5、6、7、5、6、7、5、6、7を無限に繰り返し投稿したところ、必ず5が1番に上がってきます。でも、見た目的には関係ないですよね。で、高評価の数で言うと、まあ、やっぱり完成に近いこの7の方が、もちろん高評価数が多いんですよね。だから高評価数で、おすすめに上がっているという可能性はないと思います。うちのチャンネルの中で一番高評価が多いのが高評価100っていう作品があるんですけど、それが一番視聴数が多いかっていうとそんなことないです。3番目ぐらいなので、高評価の数ではない。じゃあ最後まで再生した率かっていうと、再生率も、この完成に近い方が当然再生率は高いんですよね。ただなぜか連続して投稿した時に必ずこの増える動画は同じ動画がトップに上がってきます。わからないんですよね。ただ、ただばっかり言ってるけど、それぞれの動画投稿された動画データに対してですね、それを誰か人が見てるというよりは動画データに対して YouTube 側で何かしらの査定が行われておすすめに上がってるという読み方をしてます。僕は人が見たとは思っていない。で、ただ人が見た可能性ももう一つ考えるとすれば、確かに曲によって変わります。つけた曲によって、特に今は、リベンジャーズかなをつけると、昨日一昨日ぐらいまではむちゃくちゃ回ってました。 BGM で東京リベンジャーズの歌、東京リベンジャーズというアニメの主題歌かな、歌自体は、オフィシャルヒゲダンディズムだったと思うんですけど、ただじゃあその BGM を例えば BGM で選択してずっと垂れ流し状態で人が置いているとします。だから画面を見てない状態が一つ可能性があるかなとは思うんですけども、それが先週の段階ではこの歌ではなかったんです。全く別の歌、ちょ
ちょっと僕名前わからないんですけど、ちょっとわからないですね。複雑な名前の歌でしたけど、それがトップに上がってました。それに選んだものが。だから BGM に左右される日もあるっていう考え方になるかなと思います。おそらく今、このリベンジャーズの主題歌を使ったら、じゃあ伸びるかっていうと、ちょっとまちまちかなと。言い切れないなというのが現状。だから、ただその段階でリベンジャーズの歌に高いポイントを YouTube がつけてたとは思えるんですよね。もうオカルト的な話ですよ。あくまでね。で、もう一つ、もういろんなことを突き詰めた中で、確かに差はついてると、おすすめに上がる上がらないの。じゃあなんや、サムネの差かっていうことで見たときに、一つうちで多かったのは、ちょっと今現状ここにあんまりないんですけど、例えばまあこれなんかそうなんですけどね、画面いっぱいに、作品が映ってるもの、要は画面いっぱいをこう、どういうのかな、敷き詰めたような、そこの画面に色味がいっぱいある状態ですね。これがおすすめに上がりやすいという可能性が一つ僕の中であったので、今ちょっと試してます。ただこれは 2,3 日経たないと、どうもおすすめに上がるのは2日後ぐらい、2日3日以降ぐらいに初めて視聴数が回ります。だからうちの動画見ていただくと、多分視聴数1とか2がいっぱい最新のとこに並んでるんですが、これが3日後ぐらいに変動するものと、最後までおすすめに乗らないものが出てきます。この違いはわからないんですけど、画面いっぱいって一応他のものでも、まあ、画面はいっぱいやないかと、これでもね、白が画面いっぱいを、占領してるので、全部色ついてるといえばついてるじゃないかっていうことなんですけど、色の割合もひょっとしたらありえるかなと少し思ってます。というのも、昔ねアダルトサイトとかを摘発するのに、それが裸か裸じゃないかっていうのが、なかなかそのデータ的には見つけれなかったって、もう大昔の話ですけど、どうするかっていうと、あくまでもその肌色の割合が多い動画、色におそらく数字を振って、でその色が多い動画は、そういう画像である動画であるということで削除してたというのが昔のパソコンの、今現在もっと何か細かい数値化があると思うんですけど、だったんですね。だから画面いっぱい肌色のものを投稿したら、それは18禁設定になったりダメになったりって、まあ、YouTube ができるもっと前の話ですけど、だったっていうのを聞いたことがあるので、もしかしたらこのサムネの、綺麗汚いとかではなくて、占領率っていうのかな、どれぐらいサムネをいっぱいに使ってるかっていうのも一つありえるかなと思って試してます。もう本当にいろんなことを試してみての結論としては、正直わからないけども、おすすめに上がる動画は同じものであるというのは、確かかなと思います。ただ高評価は別ですよ。人が見て見た上、そのまあおすすめに上がって中には見てくれる人もいるので、見た上でいいねを押してくれる方っていうのは、やっぱりいいものはいいと押してもらえるし、うん、だから僕からしたら辛いですよ。この最初の粘土固めた段階のが、この1600も回ったもんですから、低評価もいっぱいついてますよ。そらそうですよ。で、せめて、完成とか、完成一歩手前を一回クリックしてくれたらいいんですけど、まあもう低評価つけて去っていなくなっちゃうんで、まあ仕方ないですよね。それはしゃあないなとは思うんですけど、というのが現状僕の見てるところ。厳しい。でもこう波もね、わかんないですね。同じ動画が上がってる状態なのに、ここはーんとこう伸びる時間もあれば伸びない時間もあって。で、これ、ひどい時は全く最後までゼロの日があります。全くゼロ。毎日投稿してるのに一本も回らないっていう日があるんですが、ちょっと長いけど、それについてはまあ今から、結論は出てるんです。僕が散々、動画の通知を切ってくれってもう昔から言い続けてるんです。うちはもういろんなものを思いつきで投稿することもあるから、動画投稿の通知を切ってくださいってお願いしてるんです。そうすると僕のことを唯一見てくれてる方が多分10人いるかいないかぐらいいると思うんです。このうちの動画をね、
その投稿したら上がったねって見に来てくれる方がいるんですけど、その方たちは僕がこんだけ散々言ってきたから、あの通知をオフにしてくれてるんですよ。でそうなると何が起きるかって言ったら、その人たちが見に来てくれるまでずっとゼロっていう通知がいかないですからね。で見に来てもらうまではもう出る、出るっていうこともあるんだなっていう研究結果ですね。何か参考になりますか？まあ、だからこの理屈で言えば、ずっと壁映してるだけでもいいと思いますよ。おそらくずっと壁を映して、中身関係ないんで、視聴数を取りたいというだけであれば。昔ね、ずっとプリンターの動画を撮影してる人がものすごい登録者数増えてんのを見て、なんでかなって思ったことがあったんですけど、ずっと壁映して、それを毎日毎日ずっと無限に投稿し続けたら差は出てくると思います。3パターンぐらい作っといたら、多分その中で同じ壁がずっと一番になると思うんですけど、それが今現在の YouTube のシステムかなと思うんですが、僕もあんまこういうところまで踏み込んで、というか工業でではありますけど高校ですし、でこういうのを勉強する学科だったはずなんですけど、僕の時まだハンマー振りとかヤスリ掛けとかがメインで、パソコンの授業ってほとんどなかったんですよね。パソコンの部屋はクーラーつけなあかんで、みたいなことを言うてただけの時代ですので、パソコンってほとんどなかったから、今からなんでね、わからないところなんですけど、もっとこう、詰めてね、考えれる人がいれば、視聴数がゼロになっていってますね、今これ。ゾッとするけども。おすすめにね、とにかくまあ、見てもらえんことには、僕はとにかく作品を見てほしいんです。見てもらえないことには言い悪いは分からないし、で、さっきちょっと言い忘れましたけど、作品によっての差は正直ないです。もう僕は15年以上前から作ってるものに関してはほぼ、テーマは違いますよ。もちろん自転車作ってみたり、まあ猫作ったりとか、そうすると猫の方がまあ当然ユーザーの数は多いんですけど、じゃあ猫がたくさん回るかっていうと、僕別に猫の動画、に猫のタグつけて、自転車の動画に自転車のタグつけてるわけじゃなくて、猫にも自転車のタグつけてるし、自転車にも猫のタグつけてるんで、タグは全部共通なんですよね。だからそこでその固有のユーザーが来てくれるとは思えないんですよね。で技術的な差があるかって言うとも全くないです。なんでしょう、料理食べに行った時に、本当にうまい料理屋さんっていつ行っても同じ味を出せるのが料理人やって聞いたことがあるんですけど、基本的には僕はもうこれ30年以上やってますから、ずっと同じレベルでいます。言い悪い別としてね、僕はいいと思ってるんですよ、いいと思ってるけども、言い悪い別として、まあ同じところにいるので、まああくまで差がついてるのは、その YouTube 先生がおすすめにあげてくださるかどうかというところなんですけども、なんとかね、そこに、しがみついていけるように。もうきついですよ。もう、さすがにそろそろこの600人台を抜け出したいです。長いです。0の期間が長かったし、100の期間が、50も長かったかな。50の期間も長かったし、100の期間も長かったし、300も長かったんちゃうかな。だいたいその壁がね、何度かあったんですけど、600に入って、手柄がとにかくきつい。多分今までのそれぞれの中できついです。でこの話ちょっと長くなってしまったんですけど、もう一つ、登録者数によってもやはりおすすめに上がる度合いは違ってきます。だからそのフリーで作ったやつは、それもなぜか登録してくださる方が何人か出てきて、ちょっと驚いてるんですけども、それとこっちのこの600人の方のチャンネルで動画投稿すると、同じ動画でも差があります。おすすめに上がる率がね。というところで、やっぱりこのチャンネル、例えば700人になればまたおすすめに上げてもらえる可能性が出てきて、そうすると見てもらえる作品の可能性も出てくるし、800人になればまた、いけるし、なんとかね、登録者数を、もうこの今登録してくださってる方がどこのどなたか分かりませんけども、サブアカもついでに押してくれたらもう1000人超えるんですけどね、もうこの動画絶対みんな見に来えへんから、好きなこと言おうと思ってるんですけど、来てほしい。この650人が本当に何を見ようとチャンネル登録してくれてるのかが分からないんですよね。
一度ちょっとアンケート動画みたいなのもやってみたいなと思ってるんですけども、なんとかね、その、僕が何か求められているのであれば、それに応えれるように、それが何なのかわからないんですけども、頑張っていきたいなと思いますので、今回は、めっちゃ喋りましたけども、オカルト的な、YouTube のおすすめに上がるにはどうするんだという YouTube 研究家としての、現状報告でした。ぜひ高評価だけでも押して帰ってください。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。